姓はブーフ、名前はカルビ、好きな焼肉の部位はタン、ブーフカルビタンです。皆さんどうもおつカルビー、聞いてください。ディズニーのチケットが取れました。イエイで明日ディズニーに行くんです。嬉しい。なので今日はディズニーに行く時のカバンの中身を紹介したいと思います。再開後ということもあって、今まで持って行ってなかったものとかもあるので、よかったらチェックしてください。まずカバンはこちら、これでいこうかなと思ってます。これケイト・スペードのバッグなんですけど、雨予報っぽいので布バッグだと嫌だなって思うので、濡れても大丈夫なバッグでいきます。でこれ肩にもかけられるので、ディズニーにとっても便利かなって思います。ではまず今まで持ってってなかったけど、再開後ディズニーには持ってった方がいいかなって思うものから紹介していきます。まずはじゃん、エコバッグです。ごいこれ軽くてテロテロで薄くて、すごいでも大きくて便利なんです。7月からディズニーもショップバッグが有料になるってことなので、エコバッグを1個持っていこうかなって思ってます。ラプンツェル柄ですごく可愛いんです。で行きはこの袋にこのラプンツェルのポップコーンバケットを入れて持っていきたいと思います。嬉しい、久しぶりに使えます。でお次はマスクです。気温がちょっと高めっぽいので、涼しく過ごせるマスクを選びました。このマスクはすごく呼吸がしやすいみたいです。これをしていって予備でも持っていきたいと思ってます。次がこちらウェットシートです。ディズニーの中は除菌スプレーとかがいっぱい置かれてるみたいなんですけど、自分でもすぐに取り出せるものを持ってたら便利かなと思ってます。ポップコーンとか軽食食べた時にもすぐ拭けるので、あるととっても便利です。次がじゃん、ハンドクリームです。アトラクションごとに手を除菌するみたいなので、手が荒れてしまって痛くなったら嫌なので、ハンドクリームを持っていきたいと思っています。次がこちら、なんでしょう、センスでございます。これは夏ディズニーには欠かせないと思っていて、可愛いミッキーのうちわとかも売ってるんですけど、ちょっとカバンにしまう時にすごく邪魔かなって思うので、私は夏ディズニーに限らずお出かけする時はセンスを持ち歩いたりしています。こうやって畳めて、ケースもすごく可愛いのがこうやってついてるので、おしゃれだし夏とっても便利です。次がこちらじゃん、これは折りたたみ傘です。降水確率 30% ぐらいですごい微妙なんですよね。降らないでくれー、天気の子。で次がこちら、これは外側がティッシュケースになってて、中がマスクケースになっています。こういう風にで、柄がプリンセスのシュー柄になってて、すごい可愛いんです。これの中にさっきのマスクの予備を入れて持っていこうかなって思ってます。次がハンカチです。ディズニーってことなので、思いっきりラプンツェル柄のハンカチを持っていきます。これ普段あんまり使わないので、ディズニーの時に使おうって思ってたので持っていきます。で次がこちらのポーチの中なんですけど、この中にはオペラのリップが入ってるのと、リップジェルマジックっていう口紅を落ちにくくするやつです。マスクするとリップすぐ落ちちゃったりすると思うんですけど、これを塗ると落ちにくくなるし、写真撮る時だけ人が多くなければマスクを取っていいみたいなので、リップの色が取れてない方がいいかなって思うので、これを持っていきたいと思ってます。次が目薬ですね。であとはイネスフリーのノーセバムミネラルパウダーです。これはマスクつける時に上からはたいてからマスクつけると化粧が落ちにくかったり、マスクにメイクがつきづらくなったりするので、最近よく使ってます。であとはクシー、こういう大きめ、目が大きめのタイプで、こっちがコームになっててすごく便利なんですよ。であとは虫刺され、一応。で次がサングラスです。ピンクのミッキー型のサングラスが売ってるので、それも気になってるんですけど一応持っていきます。あとはお財布、これはフルラのお財布で、中がピンクなんです。めっちゃ可愛くないですか。あと少しです。じゃーん、スプレータイプの日焼け止めです。塗るタイプだと手がベタベタしてしまうし、結構時間がかかってしまうので、ディズニーとか外に出かける時、夏は必ずスプレータイプのものを持ち歩いてます。であとはこちらモバイルバッテリーです。いっぱい写真とか撮りたいので持っていきます。そして最後じゃん、オズモポケットです。小型のカメラになってるんですけど、これを持っていって Vlog とか撮れたらいいなって思ってます。はい、以上が再開後のディズニーに行く時のカバンの中身です。いかがだったでしょうか。エコバッグとかマスクは今まで持ってってなかったものなんですけど、これからのディズニーには必須になってくるんじゃないかなと思ってます。変わってたところとか、感染症対策どんな風にしてたとかも紹介できたらいいかなって思ってます。それではこの動画を見てディズニーいいなー、自分も行きたい、私も今度行くよって思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。おつかるびー、楽しみすぎる、楽しみすぎる。もうチケット取るの超大変だったんです。でも奇跡的に取れました。楽しんでいきたいと思います。楽しみすぎる。